あ、こんにちは。えらいとこ歩いてきましたね。挫折しました。あー、ほんと。ここはもう獣道みたいになってるもんね。あ、私たちあの砲台跡の今調査に向かってるので、よかったらご一緒しませんか。おお、唐津。え、ポイントに興味あるんですか。もちろんあるで。時間潰しにちょうど。おお。あ、ここが外観です。あ、うん、まず流れを情報共有しましょう。そうそう、あと2つね。いやでね、うん、あの一箇所ね、平らなところにさ。うん、クイバ打ってさ、それはもう抜かないで、うん、で そこもきちんと決めとこうかなと思ってるんで、うん、コンクリのとこがいいです。あそこ多分中央で平らだから、中心部分じゃないかと、この一帯のね。何を測るの？いや、ね、まず見えるかどうかを確認せんと。砲台が？いや、観測所が？人間がじゃろ。人間が観測所から、うん、観測。あ、なまささん、会えなかば取って。一度取って。これどうするの？ハードル高いですよ。このメンバーと一緒にするの。まさささんは熱心方よ。観測所に近いか方が悪いよ。本当の。まあ。38メーター。観測所から見て。うん。待って、伊藤さんのとは、うん、これ、いや、向こう330度。え、330度、15度差あんね。330度の地震方位。え、逆の方位が330度で、新方位が315度。ああ、どういうこと。そうそう、新方位誤差があった。あの地球の軸でね、うん、あのきちっと狂った。330が新方位？うん。地理のとには書いておくと誤差だ。うん、ええー、うん、なら今まで測ったのも全部誤差あるかもね。ああ、相対してあれじゃなかったってね。地震方位。はい、測る。はい、測りますよ。はい。はい。まだ足るんどる、足るんどる。よし、コリコリ。48度で30メーター。え、48度、はい、でこ、はい、でこ興味なかったら下まで行って304、このコンクリが304度、うん、304度の直角っていうと、うん、がその砲台の向きってことね、うん、よし、ほんなら最後に今度あらすこ。あの発電所やろうか、水が近くに中けん、タービンが回せんけん、これは発電所やろうか。電動機をつけてたから。ああ、うん、いや、水ってだってさ、うん、水の水槽そのものが埋まってしまうってさ、水がなければもうわからんたい。そう、だからもうわかんない。わかんないよ、うん、発電所って言ってるけど、もしかして違うのかなとか、ちょっと今。動画撮って、そう、深く考えないよ。よかった。で、何がなってるかわからんとしてから。そう。大丈夫。え、何？え、何？何？穴？穴？あ、空気口じゃん。あるね。そう。あ、本当だ。あ、よかった。あった。わ。あのね、この、この漁港砲台に空気穴があるんですよ。うん。で、それがどこか分かんなくて。空気穴ってどう？下入った時？下から。うん、下の台風の空気がガス、うん、煙が抜ける穴でしょ、うん、え、うん、なんでこの前来た時にこの穴に落ちんやったと。ここ立っとったの、ね、たまたまこれ詰まっとったやろ。でも詰まっとっても穴が開いとった最初から、うん、もんもん落ちれた。いや、こんな穴が開いてれば気づくよね、絶対。なんで分かる。いや、分かる。俺もここにおったんやけど、俺なんかよ気にしとるとに。そうそう、分かるって。全然分かる。だってここに立ったじゃん、私たち。そうそうそう、これセメントよ。そう、攻めた。よー、疲れてる。なんか垂らしてみる。
棒罰ついてみる。棒ミステリー棒なんかね、棒。いや、あれ、あそこに気になる、うんうん、あるある、あら、これずっとあるよ。どれどれ、あるあるある、埋まっとらん。いや石は落ちとるけど、ね、あら、あ石、あら、やっぱそう、すごい、行こう。あ、これ綺麗に残ってる。でも、もう、でもすぐプラス30ってことね。30ぐらいなの、誤差、誤差の、誤差の、はい、カツンって当たるまで下ろしてみよう。あれ、そうか、ライト持ってくれなかったな、もっと強力なやつ。そうね、ちょっとこれ限界じゃん、これ。やっぱり何があるかわからん、わかんない、そうです、常に持ってくるべきで、いつも道具が足りない。今日は測るだけしんかるって思う。これしかもどうしてよし、よし、オッケー、はい、いきますよ、ね、はい、垂らしますよ。そうそうそう、うん、トト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 、うん、え、結構いくね。うろあらららら、まだわ、まだわ、まださ、まだまだ、うよろ、あ、あれ、まだ行った、あ、コツンつった、コツンと落としたね、今。あ、いや、石落ちました。え、石が落ちた、え、え、ちょっと待って、もう一回ちょっとしてよ、うん、もっとこう、細なんか石の、うん、テープかなんかない、ないの、テープ持ってきてするように持ってきてないもん。そうしたもんなんだよな。そうなんだ。一番下だと10メートルだけど、だいぶあるよ。可能性は。可能性は。はい、はい、するする、はい、おらおらい、する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 。はいはいはい。あ、いた。あ、いた。音がしたね。舐めとる。カツンとした。カツンとした。待ってるかもしれない。8メーター。7メーター70。7メーター70。うん。7m70、とりあえず誰かが足踏み外したらね、大ごと。あ、呼吸とって分からんからやった。大丈夫、割れん、うん、こんだけは OK。 よし、よかった、おかげでよかったと。うん、うん、今日はこれがメイン、今日はこれがメイン。そう、そう、多分あると思います。 あれだろうね、あると思う。そう、それをこの前私探してたんだけど見つけきられなかったんです。で、多分この大砲の穴より上にあるはずじゃんね、空気が、ガスが抜けるように。はい、いや、これ70年で小川になるとね、山って。なるほどね、うん、年100年前ほんとね。え、何、おお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 おろおろ、埋まった埋まった埋まった。え、マジ、いや、ちょっとそれ持っとった方がスポットある。おろ、撃っていく。あら、え、待って、こっちも腐ってるもん。あと木の腐ったって。もうおしまい、もうまだ。あら、さっきのところよりは全然大きいよ、直径。え、本当？うん。ほら。あら、本当だ。大きいやろ。うわ、どうしたんだ。ズブストこれも。ズブストジャンバ。こうやって分かるやろ。おろ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 。あら。ほら、これも写真撮って。うん。長さは。うん、長さは。ちょっと長いです。はい、はい。はいはいはい、そして入れてみて、うん、すごい、全部入ります。お店とさ、うん、はい、入れようと思えば全部入るからね。入る、うん、よし、はい、じゃあ次、はい、もう日が暮れてしまう。昔ストラムだね、どうも。何がコウモリ、おるときとおらんときとるもん。ああ、そう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 、多分だから奥にも続いてるんだと思う。え、奥、私たちは行けないけど土砂崩れでね。待って、ライトバつけとくね。あ、ちょっと右に曲がってるね。うん、そう、すごいでしょう。そう、掘ったよね。大森の人は真ん中の筋では、うん、曲がってんだろ。そう、向こうだろ。あ、向こう、うん、ちょっと、ちょっとね、右カーブになってるでしょ。曲がってしまうと、この場合って、まだ行けるんで、うん、繋がってる。そう、あの、もう一方の出口も探してるんですよ。
二つあったよ。もう、どうでしょう、もっと。水タンク。タンクと思うでしょ、そこにね、穴があるんですよ。そっち側に、そう。だからそっちに水が流れてる。って言って、多分さっきの人は言ったんだけど、はい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 、でもその穴はもう途中で止まってたんですよ。止まってるんですか。そう、うん、あの発電所っていうところの、うん、あの向こう側にこう、うん、ある、うん、穴が。うん。でもあそっ、あれあれ。だからケーブル通しかなと思って。ケーブルを、あー、ケーブルか、電気の。そう、だから昔は水が入ってなかったのかなと思ったんですよ。電気の。